新日反民族行為者財産調査委員会は、新日反民族行為者財産の国家貴族に関する特別法により、2006年7月13日に設置された大韓民国大統領所属の国家機関。日本帝国主義の植民統治に協力し、朝鮮民族を弾圧した反民族行為者が、その当時新日反民族行為で得た財産を調査。 選定して国家に帰属するかの是非を決定するもので、2010年7月12日まで存続した。特別法第5条及び特別法施行令第3条で一家のように定められている。新日反民族行為者の調査及び、選定新日反民族行為者の財産調査及び、新日財産の是非の決定日本人名義として、残っている土地に対する調査及び、 政治新日財産の国家帰属が不可能な場合、その措置に関する事項調査結果報告書など、調査資料の保存及び閲覧、当社に関する事項異議申請の受付及び処理に、関する事項実地調査の手続き及び方法に関する、事項新日反民族行為者の調査及び選定に、関しては、新日反民族行為真相究明委員会の調査、結果が延用できる。委員会は、 委員長一人、常任委員二人を含めた九人の委員で構成される。委員は国会の同意を得て大統領が任命する。委員長は委員の中から大統領が任命する。活動期限は委員会が設置されてから4年と定められ、1回に限り2年の延長が認められていたが、結局は延長されることなく、発足から4年後の2010年7月12日に、 調査活動を終了した。事務所の活動期間は委員会活動終了後3ヶ月までである。ソウル特別市中ただたけじ極東ビルディング6階。ありがとうございます。